今日は全国的に曇りや雨のすっきりしない天気となりそうです。まず今日午前9時の予想天気図を見てみますと、北海道にはこの低気圧が接近しまして、北日本は今日は降り続く雨といったところが多くなります。また西日本、東日本、こちらもこの前線の通過ですとか、あと湿った空気の影響で一時雨の降るところ多くなります。で、今日の雨の移り変わり見ていただきましょう。この後朝7時以降動かしていきますとですね、北日本はべったりと大きな雲かかりまして、降りやすい天気が継続します。で、また西日本、東日本、結構雨雲のこう隙間はあるように見えるんですけれども、降り方が弱かったり止んでいたとしても一時ざっと降るような雨、こういったものが想定されます。今日もし外出予定されている方は雨が降っていなくても雨具ですね、ご用意いただきたいというふうに思います。で、もう一つ今日風の強い状況も全国的に続きます。で、風の予想を見ていただきましょう。こちらが今日の15時の風予想なんですが、広い範囲で南寄りの風が強まります。この黄緑の矢羽、関東ですとか西日本、あと北日本の沿岸部で予想されているのは平均風速で10メートル以上のところを示しています。今日はですね、看板など飛びやすいものはしっかりと固定したり、あとは念のため家の中に片付けていただく、そういったところを、沿岸部中心にお願いしたいというふうに思います。以上、今日の雨と風の見通しについてお伝えしました。